I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one month trial. 今日はガソリンの値段をガソリン数字でさ数字で出てるから通ってくるところ通ってくるところうおーってなりますね本当にいやなりますよね私もチェ入れてうおーってなりましたいやで台風来てるから満タンにしといてくださいねとかもう結構ねアナウンスするじゃないですかおーってなります満タンなのって思います めっちゃわかります。ね、ガソリンの値段ってやっぱり1円安くても別のガソリンスタンド行くっていうぐらいね、皆さんすごくセンシティブに感じやすいんですよ。うん、まさに栗田さんおっしゃった通り。書いてありますからね。176円とかね。<ん>ね <laughs> <laughs> はい。で、まあ実はここ、 最近ガソリンの値段、めちゃくちゃゃく上がっています全、はい、国平均のガソリン価格は、毎週水曜日の午後にです、ね、発表されるので、あの今日の午後、最新の数字が出てくるんですけど、多分12週連続の値上がりということになると思いまですねなんでこんなに上がってるの、そもそも今までそんなに上がってなかったのっていう仕組みの話し,したいと思うんですけども、はい、ガソリン補助金っていうのがです、ね、ついてるんですよ、今。 でそもそもじゃあ、ガソリンの値段を補助金の話の前にどう決まってるのかっていうんです、ね、仕組みのことをざっとだけお話ししたいと思うんですけれども、はい、日本は資源のない国ですよね。だから原油、えー、ガソリンの 元の材料になるものですけど原油を中東とかからですね全量輸入してきます、うん、なのでここで為替がまず効いてきますねはい、輸入してくる原油の値段とえー、為替の値段が効いてきますでその原油を、えー、石油元売り会社って言われるですね例えばエネオスだったりイデミツだったりコスモ石油だったり製油所を持っている石油元売り会社というところが、うん、原油からですねガソリン製品だったり灯油だったりジェット燃料だったり重油だったりっていうものを作っ でそれをガソリンスタンドみたいなところに下ろして、われわれはガソリンスタンドからガソリンを買ってるわけなんですよ。うんはい、で、あのーまあ、ちょっとさっきちらっと言いましたけれども、まあ、そもそも原油っていうのはグローバルで取引されている商品なので、まあ、市況で大きく価格が変動します。世界でどれぐらいガソリンを使う、あ原油を、ね、使う量が多いか、例えば中国が経済減速したっていった瞬間に使う量が減るので、少し需要が緩んで、安くなったりします。うんはい、それからよくオペックっていう話聞くと思いますけれども、 あの。 産油国ですね、はい、あの石油が掘れる国、出てくる国がどれぐらい掘って生産するか、原油をその量によって供給量が変わるので、これもまた変動します。うんうん、それから日本の場合は全量輸入なので、為替ですね、去年からもう超円安、まだ円安、まだまだ円安ということで、原油の国際市況が上がって、円安が重なると、むちゃくちゃ原油の値段が上がるということなんですよ。うんうん、でちょっとと振り返るとです、ね、実はえと2021年後半ぐららいから、まあ コロナでものすごく世界中の経済が低迷してて、原油の需要が減っ ていて生産量も減らしてたところから中国中心ですねガガガッと経済が戻ってきてうん、うん、今日あの二十一年後半から原油価格って急に上がってきたんですよでさらに二千二十二年二月にロシアがウクライナに侵攻したんですよね,ね<ー>でロシアっていうのは実はものすごく大きな資源国で石油の輸出量の二割ロシアが輸出しています、うん、天然ガスは四割でもっと多いんですけれどもそうするとえロシアからの石油の輸出止まっちゃったら どううなるっていうこう不安がよよぎるわけですよ、うん、不安っていうのは、ですね市況をものすごい押し上げます、<ー>これで2022年、めちゃめちゃ原油が上がりました、大、ま、体、あ、ですね、えっと、ウクライナ侵攻前、70ドルとか80ドル、1バレルあたりですね、うん、それがまあ100ドルを超えて、これは大変だっていうことになったんですよ。はい、で、まあ、岸田政権、2022年の1月に、国民生活への影響が大きいので、ガソリン補助金を始めますということで、補助金をスタートしました。はい で補助金は、補助金額がいろいろと変動してるんですけれども、一番大きかった時はですね実はえ補助がなかったら215円になるところのガソリン価格に、41円も補助金を出して、173円に抑えてたということなんですよ。この補助金のですね仕組みが、実は170円ぐらいに市中での販売価格が収まるように、補助額を変動させるっていう仕組みなんですね。で なんか実は私たち、あんまり普段補助金いくらとか感じなくないですか感じないですね,こね。感じない理由は、さっきあの原、えっと、石油の仕組みでお話しした石油元売り会社っていうですね。 原油輸入してくる、製油所持ってるところ、その石油元売り会社に補助金が入ってるんですよ。<ー>で、補助金が加味された状態でガソリンスタンドに降ろされてくるんです。はい、なので、補助金がいくらになってるのかな、どう変動してるのかなっていうのを実は普段は全く考えることがなくて、補助金の存在すら忘れちゃうっていうのが、このガソリン補助金の特徴なんですよね。はい。そしてですね、あの、 このガソリン補助金、最初から今年の9月末で終わりになるっていうことが決まってました。こういうのってずっとね、やっちゃうとなかなか厳しいですからね。はい、で、今年6月ぐらいからですね、徐々に徐々に2週間ごとにですね、補助金額の上限を切り下げてきたんですよ。で、まあでも、あのー、原油価格落ち着いていたので、問題なかったんですけど、皆さんあんまり高くなったなーって感じなかったと思うんですけどね、うん、7月になりまして、うん、1>, 1年半ぶりに原油が大幅に上がりました。<laughs> はい。 はい、原油の値段が上がって、えー、今度、えー、補助金額が下がっているので、ガソリンの値段が最近、すごく高くなってるって感じるってことなんですこれあの、ガソリン補助金を10月以降も継続してほしいっていう声は、実はもうすでに出てるんですけど、うんちょっとこれ、考えてほしいなと思うことがあって、ですね、はい、ここまでに実は使ったガソリン補助金の総額って、6兆2000億円なんですよ6兆超えてる。<laughs> すごくないですか使いましたね。すごいですね。<laughs> はい、最近の電気料金とガス料金の補助金合わせると10億円、十兆円ですね。<ー>10兆円ですよ、グリタさん。やばくないですかエネルギーにね。 エネルギーに<あ>しかもこれ、将来何の不石にもならただ消えていく、あぶくのような10兆円なんですよもちろんね、ね毎月少しずつ助かりますからね、うん、すごくありがたいんですけど、うん、でもこれ、ガソリン補助金だけで6兆2000億円、今、日本人が1億2000万人とすると、まあ、ざっくり1人4万円使ったってことになります、この1年半で、ガソリンに。 はあ。ーはい。これ、車運転しないから<れ>。<laughs> そうね。水木さんみたいに乗らない人からすると。同じ税金からそんなに使われてるっていうのはね、やっぱりちょっとあれでしょうね。ちょっとねそうなんですね。うん、水木さんなんか不公平に感じません。うん、みんな、水木さん車乗らなくても4万円負担です。いやー、4万円負に4万円負担になってるんだ。<laughs> それはちょっとね。ねそうなんですよ。だから、これなんかやっぱりね、地方は車がないと大変だから、地方経済のこと考えたら、絶対に補助が必要だっていう声もある一方で。 でいやいや、車持たない人、車持ちたくても持てない人たちにとってみたら、これって国のお金の使い方として公平なのかなって、ちょっと思いますね、しかも私たちはこの補助金がこんなに使われてるってことを日々感じることなく、ガソリンスタンドでガソリン入れるわけでしょ、ね、本当だったら、これからまあ気候変動の問題もあって、日本は2050年にカーボンニュートラル、CO2 排出量ゼロにしますって言ってるんですよね。はい 電気自動車増やしたり、もっと燃費のいい車にどん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 変えていくっていう国の大きな流れがあるんだけれど、ガソリンの値段が上がるっていうのが一番こういう車への乗り換えを進めるんですよ。そうですよね。だってガソリンが CO2 出しまくる化石燃料なわけですからね。だから将来のこと考えたら、いや、これはもちろん目先めちゃめちゃ厳しいですよ。運送業とかも考えたら、 部分的にもちろん補助するっていうのは必要かもしれないけど、でも本当だったら、もうちょっと制度の仕組みをうまくやって、うん、みんなが将来に向けた選択を考えたり、その他のね、少子化対策3兆円しか使わないんですよ。うん、ガソリン6兆円使ってもね。もっとお金の使い方があります、ね、って、うん もうちょっとい考えるる余地あるんじゃないかな。か、まあ、だから私自身は9月末で終わってここで仕切り直して、うん、でみんな苦しい中でどういうふうにこの先の日本を、ね、作っていくのか、うん、ちょっと急に大きい話になりますけど、うん、まあ政策1つずつからそういうふうに考えられたらいいんじゃないかな。 と思うガソリン価格でしたーーが苦しい,いリアルに補助されてると思っうと助かるなって思っちゃう瞬間があるからなんですよねでもそれずっと甘えてちゃいけないっていうことですねいや全くそうだし7月の平均気温世界でこんなに上がったよってニュースも今日やりましたけれども温暖化も止まんないわけですよね1兆円のうち1兆でも2兆でもいいからまあじゃあ水素開発にゴッと行くとか、ね、思い切ったことやった方がいいんじゃないかなって確かに思いましたよねそれ本当ナイスアイディアですねはい、使い方次第では将来に向けてねいい 使い方のあるミッシングたくさんあると思いますはい。えー、日経ネギーニクス編集長の山根さゆきさんでしたプロデューサーはコーザブローディレクターはボン AD はマイです。ワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖った番組です聞くだけでワンことの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか 山口玲香のドッグモーニングぜひ聞いてくださいね <laughs>